店員さん。こんばんは。こんなところで会うなんて偶然だね。今日の仕事は終わり？彼は僕は数日前から彼女と同じ喫茶店で働かせてもらってます。家具屋っちゅうもんです。お客さんはうちによく来てくれるお客さんやんな。今後ともよろしゅうお願いします。ああ、そうなんだ。ここのところ忙しくて行けなかったから。そうですか。ぜひまた来てくれると嬉しいです。まああ、ひいさん、お魚屋さんやで。へえ。うまい。お茶漬けなんて貧乏臭いと思ってたけど、たまにはこういうのもいいな。いやいや、僕は特に何もしとらんし。どっちかっちゅうと文句を言ってたアリスくんの方がお手柄なんとちゃうん？俺がこいつをぶん殴った時にそっちはそっちで大盛り上がりだったな。こっちは真剣な話してんのにお気楽なもんだよなとかあの時は思ったな。ま、勘違いだったわけだけどおお。そないなことないで。めっちゃ美味しいわ。ああ、ちゃうね。何が違うんだよ。元はといえばお前の案だろ。せやな。あのな、そのヘラ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 すんのやめろ。見ててイラつくんだよ。兄ちゃん厳しいな。誰が兄ちゃんだ。ああ、あいつはな、食わねえんだよ。一応生きてるから死なねえんだろ。おおきにな、ひいさん。ほんま、こんなにおいしいもん食べへんなんてもったいないと思うわ。まあな。せやけど、食べられへん気持ちも少しわかるかな。置かせてもらってる身なのに、ご飯まで用意してもらって迷惑やないんかなとか、いろいろ考えてしまうんやないかな。その理屈でいくと、せっかく用意されたご飯を食べ残すのも悪い、とかにもなるんじゃねえの。そうかも知らんな。まあ白雪くんには白雪くんなりの事情があると思うね。せやからあんま気にせんと放っといたらええんちゃう？ふん、ごちそうさん。んじゃ、後で部屋に持ってこい。ん？うん。好きやで。え？ああ。うん。おおきに。僕も洗うの手伝うわ。あっ、猫に引っかかれて。せやな。僕な、記憶があらへんねん。今まで自分が何してたんか、自分がほんま何者なのか覚えとらんのや。あの子は、僕がふらふらとその辺を歩いとった時に、久しぶりちゅうて声かけられて、話聞いてみたら、僕と付き合うてたみたいで、記憶があらへんことを正直に話したんやけど、冗談やと思われたな。それは他の人が僕のことをかぐや言うから、ああ僕はかぐやなんやと思っただけで。やっぱ信じられへんよな。まあ、そうかもしれんけど、なんで？うん。関心。ひいさんは頭がええな。ひいさんは僕のことを気持ち悪く思わへんの？自分が何者かようわからん男なんてキモいやろ。せやけど、僕は今までひいさんを裏切ってたわけやし。ん？ひいさん？ちゃんとおるで、安心しいや。起きてたで。ほんま、どこ？シンデレラさんとの約束はどないするん？かもしれんな。ちゃんと寝とるから安心しいや。僕はええけど、ひいさんは。呼ばいって言うんかな、ひいさんのエッチ。すまんすまん、堪忍してえな。なんでこないなことするか教えて。僕がひいさんの前からそないなことあらへんよ。かわいいかわいい僕の彼女を置いていくはず。名探偵やもんな。どないやろな。まあでも知らん方がええかもしれんな。僕女の子に節操ないみたいやし。いや、謝らんでええよ。浮気は良くないっちゅうんは僕も分かっとるし。これ、自傷行為って言うんやろ。僕は自分を傷つけるほど、自分のことが嫌いやったやろなって。せやから、僕が今記憶があらへんのは、偶然やなくて、必然なんやろなって思ってる。どないやろ。僕に家族がいて、僕を心配してるんだら、なんで僕はここにおるんやろな。ひいさんは僕に記憶を取り戻してほしい。ほら僕主体性が欠如しとる人間やし。僕のため。僕が僕で亡くなったとしても。